全国レトロゲームファンの皆さん、こんにちは、ケインです。本日も PC エンジン佐々木セブン秀吉の黄金プレイしていきたいと思います。今第7章までやってきまいりました。で、いろいろすったもんだがあった結局なんだかんだで大阪に戻ってきたっていうとこから始まります。プレイしていきます。お風呂入りたい坂帰るわ、このよろしく。菊ちゃんさっさと帰ってしまいました。無事やったんやね、ご隠居さんが待っとるよ。ご隠居の部屋いないし、順に行きましょう。いた。用を取ったわしの部屋で話聞こうか。古文書見せてや。私もまだ見てないんだよね、古文書。どんな感じなの？道しるべ、なにわの里、涙宿、マスも満ちて、潔のろう、三たび、蝶も夢、時々参る、入り、まだより千代の、かぺぞおり、道を見て、島と答えよ、こひこっと、おらぬとき、松のもとに立たせよ、松。六門線は、切らせ待つ日ですね。あ、使うか。じゃあご隠居さん見てください。何のこっちゃわからんやないか。その真田の館長は役に立ったんか。虫食いのフルチーズを送った、そんな大事なものよ。教授探しなはれって。ガンノスケハンと会ってくれってことね。どういう意味、お宝は大阪か真田か何か秘密があるんやろ。なんやその色紙、ゲッナットの役このも捨てるでって。もう一頑張りや。教授の店ながら、それでまたメンバーを選び直さないならんな。それと装備や、前のは壊れたんやろ。この包丁を持ってきは、強さも切れ味も10倍のロケット包丁や。最後の最後で使いなはれ。暗号を解読するために教授に会ってきてや、ほな頑張ってや。帽子しょ。釜口は当てだと思って大事にしてや、ほな財布はそろばんに乗って行ってしまいました。では教授と会いましょう。教授はいないよ。鎌やますがどうとか言ってたようですが、間違った。今思って気づいたけども、虎之助だけがいないっていう。マヤンマスヤンあたり当たってきましょう。通天閣まだ寝てんのこの人。ダメだな。
まやん、いない。相談たって誰もいないのか。今調べるあたりの人誰もいない。敵はいる？いない。外通天閣でこの辺から釜屋が寝ています。いるのは分かってんだよ。梅田の方行ってみよっか。人がいる。財布団は起きてるのか。ああ、もう相手にしてくれない感じなんだね。いや、それは分かってんだけどさ。聞いてくれないと困るな。お、人来た。はい、閉じますやん。釜屋のとこにいるはずだけどなって言うけど、いなかったよ。ほんと？これだけか。情報くれねえな。ビリケン温度。
なんだと？すると取れるのかな。お、なんかゲットしましたね。あ、しまった。調べる。封筒。調べる、その中の紙。なるほど。こんなシンプルな暗号、敵に見っかったらすぐ分かると思うんだけど。はい、東京門がって言ってすぐ行ってしもうた。熊手を持ってる人がいたらこの封筒渡したで、確かに渡したでって手紙。真田の艦長から虫食いの振り付け受け取ったが敵に狙ってる。なぜ秘密が漏れたのか。フルーツ実は隠した。お尻ムズムズね。はい。お、虎之助だ。大変や、教授が誘拐された。マジか。脅迫状が届いたと連絡あった。情報が漏れとる。古文書の謎と言ってくれ。頼むで。お尻ムズムズを解決しましょう。ビリケンさん、カマヤン、今度カマヤンかい。袋、袋よこせい。ミニクマで私を書いてあげました。あ、願い寄ってくれた。あ、まあ、ちょっと調べる。フル地図が出てきました。だいぶこれで弾が揃ってきた感じだね。わかんねえ、それまでやんの？間違った。おう。真田山、右の道、雪止まり、左の壁を見よ、開きますぜ。はい。宝取ってこい、はよはよって、すごいな、これ。
時間に行けと。